はい、どうもこんばんは、コアと着ぐるみです。3月になりまして、新ツムが3体登場しております。パフューム系のチャームツムということで、まずはね、パフュームアリスから、フルアイテムを使ってスキルマックスの初見プレイをやっていきたいと思います。ツムはね、非常に黄色で見やすいんじゃないかなと思います。スキルはね、アリスが小さくなって、周りのツムを消すとアリスも一緒に消えるようです。必要積む数がスキルマックスまで育つと20個まで減って、効果時間も、6秒まで伸びるようです。この積むの最大の特徴はコインのプラス補正がついていて、スキル1でもプラス1、そしてスキルマックスまで育つとコイン補正がねプラス4ついてるので、通常の積むよりもめちゃくちゃコインが稼ぎやすくなってるっていうのが特徴なんじゃないでしょうか。プレイの仕方としては、このスキル効果時間中に、間のサブツムを素早く消していく、いわゆるマレートラ系と呼ばれてる、ツムと同じような特徴なんですけど、アリスのツムが小さいからなのかもしれませんけど、あまりね、この3チェーンとか短いチェーンだと、タイムボムがね、狙える9から12チェーンの圏内にね、入ってくる。のんで5から6チェーン少しね長めにつないでいった方がタイムボムがね出やすいんじゃないのかなと思います。ただマレドラとかと比べると、どうしてもねチェーンを長くつなげなきゃいけないっていうのがあるので、手数が少なくなってしまうんです。その分ね、積むの難易度はちょっと上がっちゃうかもしれないっていうような感じかなって思いました。その分ね、コインのプラス補正があるので、こっちの粒の方が手数が少なくてより稼げるっていう点では、僕の独断と偏見では、マネドラとかよりも疲れないというか、プレイがしやすいような印象だったっていうのが初見プレイをやってみての感想です。ただいかんせん、これをねどれだけ手数を増やせられるかっていうのがこのツムのね一番のポイントだと思うので、練習次第ではね苦手な方でもどちらかというと稼ぎやすいツムなんじゃないのかなと思います。それぐらいね、このコインのプラス補正がめちゃくちゃでかい。ただね、これはなかなかね疲れるツムかもしれへん。ちょっとこれね、ペース落ちてきたでしょ。最初の15秒でだいたい約2000コイン稼げたので、このペースでいったら8000から1万コインぐらい狙えるかなっていうペースだったんですけど、ちょっと落ちてきましたよね。こっからどんだけ頑張れるかね。これやっぱりちょっとスキルの難易度はちょっと高めではあるんですけど、ただプレイした感じはさっきも言いましたけど、マレドラとかマレウス様よりかは若干ね操作しやすいんじゃないのかなとは思います。はい、チャーム付きっていうことで、5、4のアイテムを使うと3種類しかないので、ツムがね、なのでスキルの回転はねめちゃくちゃいいですし、チェーンもねつなぎやすいと思います。だからちょっとこれね、練習すれば僕でも1万コインは狙えるツムではあるとは思います。そうなってくるとね、結構優秀なツムにはなるように、やっぱりコインのプラス補正がでかいというところと、チャーム付きなのでプレイがしやすいっていう部分がめちゃくちゃでかいような気がします。そのやっぱりこのツムはね、上手な人がやればやるほど多分ね稼げるツムになってると思うんですよ。このツムをつなぐ手数がどんだけここで出せるか。なのでちょっとね、初心者さん向けではないかもしれませんが、スコア、コインともに非常に優秀なツムなんじゃないのかなとも思います。スキルマックスの初見プレイで素点が約1100万スコア、コインが6500コインという結果になりました。いかがだったでしょうか。まあこの粒はね、とにかくもう毎粒を狙って消しまくっていって、スキル効果時間はサブ粒を狙って消しまくるっていうような、ある種ねこう割り切ってプレイした方がプレイしやすいんじゃないのかなと思った印象ですね。ちょっとやっぱり初心者の方にはプレイのね難易度は高い粒かもしれませんが、練習次第ではね低スキルでも稼げる非常に優秀な粒なんじゃないのかなとは思います。ぜひね、確率アップ期間中にゲットして、プレイしてみてはいかがでしょうか。というわけで、パフュームアリスチャーム付きのツムのスキルマックスの初見プレイでした。
最後まで見ていただきましてありがとうございました。どちらかというと初心者さん向けのチャンネルではありますけれども、よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。新粒残り2体の方もスキルマックスの初見プレイをやっていきたいなと思っておりますので、よければそちらの方も見ていただければ嬉しいです。今日誕生日の人おめでとう、コアタキグルムでした。